秘宝、源太早期の成績。OPS2 の打者がバント1位なのか。最下位のチーム内順位とか出されてもね。足魂とか言うといて12盗塁がチーム1位なのか。リーグのショートの中でも多分打ってる方なんやろ。リーグどころか全体2位とかやなかった。矢野正也260、2本、38点、 OPS655 安は変わらんな。源太みたいな選手は周りが役者揃いじゃないと注目も評価もされにくいよな。 WBC で指骨折した影響はないのかな。俺はペニスが小指サイズなんだけど、指が折れると攻守に影響するでしょう。絶望で草チームが。ウォーはパリーグ3位やで。技術がすごすぎて守備が全く衰えんな。次の WBC のショートは俺なんだけどね。 OPS644 がチーム2位なのが一番やばい。